起用してきたクリエイターの方を辞任したり、こうやって解任してきた中で、開閉会式の制作・演出チーム、クリエイティブチームの一員である小林賢太郎氏が、自身の講演で過去に歴史上の痛ましい事実を揶揄するセリフを使用していたことが分かりました。東京2020組織委員会は、これを受けまして、本日、小林氏を解任することにいたしました。ねえ、なんでやんのっていう、ね、それはそもそもなんでやるんですか。意義と目的がわからない、ね、もう決められたことだからやるんだって、そういうもんじゃないでしょうと思いますけどね。なんか実際今感染者がすごく増えてるので、終わるあと1ヶ月後はどうなるんだろうっていう心配はありますけど、オリンピックも、ね、すごく楽しみではあります。来る社のこの陽性の確率はかなり低いということがファクトとしてございます。そうやって入っていただいた後に、我々、これもプレイブックで書かせていただいておりますけれども、スクリーニング検査をしております。これまで9万6000件、約10万件弱の検査を行っております。陽性者は87人でございます。